レジェンドの世界チャンピオン3人にボクシングを教えていただけるということで、お疲れ様です。はい、怪我してんちゃう？あ、ちょっと腫れてますね。打たれた。滝原さん、畠山さん、野崎さんのチャンネルの方でスパーリング動画が上がってるんで、試合から約20日ぶりにグローブをつけた一発目の練習ガチスパーっていう。激しかった。緊張があったもん、なんかめっちゃ。皆さんよかったらそっちの方も見てください。今日の YouTube はエンタメなしやな。ガチトレとガチスパーと、まあ、そんな感じでちょっと今から畠山さん、畠山さん、野崎さんにボクシング教えてもらいながら、で俺畠山さんすごい大好きやから、はい、ちょっと何回抱きつけるのかをちょっとやりたいと思うんでということで、さっき戸崎さん、竹原さん、畠山さんのチャンネルでボクシングスパーリングさせていただいたんですけど、僕らのチャンネルではレジェンドの世界チャンピオン3人にボクシングをちょっと教えていただけるということで、まあ、さっきちょっとスパーリング見ていただいたと思うんですけど、知ることない。とんでもないです。僕の欠点というか、打ち合いとか中間距離で負けることってあんまりないんですけど、やっぱ至近距離が結構どうしてもどっちかというと苦手で、その相手がこうちっちゃくてごつい人っているじゃないですか。前回で言ったらノリ選手、決勝戦で戦った相手がそうなんですけど、まあ、そういった場面がトップ選手相手になると結構あるんで、そこをちょっとねボクシングテクニックとかでなんか解消できればなっていうふうに考えてるんで、教えていただいたのが、はい、畠山さん、やっぱ過去からもうセンターパートというかおしゃれな最先端。竹山さん、それを意識もちろん竹山さん見て、竹山さん見てもですね、やばい、いろいろてますよ。いやめちゃめちゃ光栄よ。基本は僕オーソドックスなんですよ。相手がそのサウスポーとかの場合ってやっぱサウスポーがオーソドックスでやり慣れてると思うんで、サウスポーでやったりするので、まあオーソドックスで、はい、お願いします。まずは。
技。左フック来たら、はい、左動いていく。こういうのやる。逆パターンはありますね。ボディ来たらフックはありますけど、こっちでこっちはあんまりやるんですよ。これが意外に入る、はい、で、これサウスバの場合、これフック来たら同じ。もしです。はい。そのままがんばやっぱりじゃあ左あ右だ右そう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 受けて打つのこれはい受けて受けてそのまま手を回して足を回してそうそのままこう左上げといて喋らんのってなんかちょっと緊張しない。いやこれはほんまにすごいよ。おじゃす俺は普通に基本なんだけど後ろ見てるダメだよ出ないはいじゃあじゃあバッセットバッセットそうそう
ラスト3分やっぱパン、おー、決まった。すみません、大げさに言えば、ストレートをこっちじゃなくて、こっちに打てば、こっちがしっかり回ると、はい、厳しく楽しく、はい、すごい、まさかね、初めだね。どうでした？辛いわ。レジオ選手5番目ぐらいに辛いわ。やってもらいました、さっき。ぶっちゃけじゃんね。嬉しい。あと、まあ、アンポルキアタオルだ。前回の横浜大会から発売開始になりまして、そのうち、なんかどっかで見たことあるですよね。なんと、この度湘南の風の湘南の風って書いてるあの人から書いてもらいました。では、横浜大会これでね、すごいみんな声出せんからいけいけって言ってくれてたんで、これよかったら、これにしますよ。僕の応援グッズとしてよろしくお願いします。改めてあの、来ていただきありがとうございました。ちょっとすごい勉強になりました。あと、久しぶりのグローブをつけた練習で、僕ちょっとスパーリングするっていうのを前日ぐらい聞いてなかったって言われて、で、プロ1勝1敗もしくはプロデビュー前って言えて、じゃあまあ大丈夫かなと思ったら、すごいめっちゃ強くて2ラウンド途中からもうリング降りたのかなって思ってたんですけど、でもすごい勉強になりましたし、ね、試合が終わってさ、一番黙ってる時じゃん。もう一番今休んでてさ、積みたこともする時じゃん、はい、まあ、一発目にこの、決意の入れてもらったおかげで、明日からちょっとトレーニング再開なんで、まあ良かったですね。一気にこうスイッチを入れてもらったというか、はい、すごい良かったです。でも改めてね、安保君 のボクシング技術もそうだけど、強さが上がったね。気持ちも強いもんね。気持ち強いね。体格的にも恵まれてるしね、108もあって、普段何件、70キロぐらい？ 70、まあ2、3キープぐらいでやってますね。はい、じゃあボクシングやったらアタとかスーパーライトとかデルタになりますかね。はい、僕でもデルタなんで、うん、なかなかいないもんね、180でいないね。花が面白い、個性があってね、パンチの使い方がうまいもんね、やっぱ。いや、でもやっぱボキックの選手はどっちかといえば、はい、二段蹴りとかって見たことありますもんね。あ、よかった、よかった。畠山さんすごい好きなんですよ。めちゃめちゃ好きで。ちょっといいですか、もうこの前でしょ。僕は尾が弱いんですよ。彼は尾が強いんですよ。僕はパンチがないんですよ。瀬戸の選手はパンチがあるんですよ。だから僕が勝つんですよ。はい、ああ、やっぱ似てるかもしれない。はい、一番多分名言というか、竹山さんすごい、あの、そうなんです、好きでした。あんまりこの格闘家に興味を持たないわけじゃないですけど、好きとかいう気持ちはあんまないです。同僚というか、まあ、同じジャンルのスポーツなんで、すごい好きなんです。いやそこで言ってよ、妻がいるんで。でもあれだよ、畑も女めんどくさいって言ったから、どうぞ。ありますか？お三方さんいてはって、渡嘉敷さんどうでした？ちょっといいですか、渡嘉敷さん基本は何言ってるか分かんないです。いきますね。けどここが良かったですね。噛み合ってなかったよ、ね。あと渡嘉敷さん、ジャブを僕ら左手で持ったりするのに、反対やん。たまに右で持ったりするから。じゃあ、サウスポーだったの。僕が悪かった、すみません。もっと突っ込みたいんですよ。彼は突っ込むやつ。あ、そうか。YouTube 見て、みんな見てるよ。ありがとうございます。例えばなんですけど、僕は今回こうやって YouTube コラボさせていただいたじゃないですか。結構僕、東京とかで、まあ、YouTube にしたそうですし、まあ、やっぱメディア関係の仕事で東京の方が多くて、来たりするんですけど、スパーリングとかもそれで来たくなくて、で、結構ボクサーが多いんですね、スパーリングだった場合。で、なんか全然動画とか関係なしに、またちょっとよかったらスパーリング、僕で練習になるんであれば、ああ、いいよ、はい、まあ、そういうちょっとウィンウィンな形になるんであれば、うん、ぜひちょっとお願いしたいなっていう、はい、ぜひ頼む、はい、またじゃあこのセットお願いします。はい、こんな感じで今日は、はい、あ、お撮影おりますけど、畠山さん、渡嘉敷さん、竹原さんのチャンネルでボクシングのプロになったばっかり、なったばっかりのムキムキのプロになってない、なってない、外連デビューでしょ、しかこの腕で僕殴られてるんで、よかったらそっちの方の竹原さんの方のチャンネルでもぜひご視聴くださいって感じで、今日はありがとうございました。お願いします。